ゴリラやいろいろな動物が出現。嬉しいプレゼントが当たるエスタサファリ開催中。まずはスマートフォンにアプリをダウンロードします。 iPhone なら App Store、 Android なら Google Play でエスタサファリを検索することでアプリをダウンロードできます。またはインターネットで札幌エスタを検索。キャンペーンサイトからもアプリをダウンロードできます。これで準備完了。それではエスタサファリの遊び方を説明します。遊び方 A、 館内で遊ぼう。エスタ館内に設置された AR マーカーにスマートフォンを向けるとエスタサファリの動物が登場します。一緒に写真を撮ることもできますよ。 AR マーカーが設置してあるフロアはエスタ地下1階、7階、8階、10階です。動物たちを探してみてくださいね。遊び方 B、 屋外で遊ぼう。札幌駅南口広場からエスタ看板ロゴにスマートフォンを向けるとゴリラが出現。もちろん写真を撮ることもできます。エスタサファリのゴリラはご覧のエリアからエスタのロゴにスマートフォンを向けることで登場します。エスタサファリのプレゼントキャンペーンも開催中。キャンペーンサイトでクイズに答えると早雲峡温泉、旭山動物園入園券付きペア宿泊券など素敵な商品が抽選で当たります。詳しくはウェブまたはチラシで。皆様もぜひエスタサファリをお楽しみください。